雄三の部屋。雄三の部屋。はい、雄三の部屋第3回目です。今回ですね、どういうメンバーのくくりってもないんですけども、田村の人選ということで、この3人です。どうぞ、山下さん、自己紹介からお願いします。背番号24番、山下優です。よろしくお願いします。キャプテンです。19番の岩渕翔太です。お願いします。多分一番出たかったと思う。どうぞ。背番号5番、IMC です。お願いします。今回一番いじられる。まあ、くくりはないんだけど、この3人ちょっとね。まあ、ヤマンはキャプテンだから、まあ、このキャンプ最後の入場編はキャプテンだというわけで。でヒロとはちょっと長期離脱してるけど、はい、今のちょっと思いを聞きながらもそんな会にしようかな、まあ、早見はとりあえず早見っていう人間どういうものかっていうのをちょっといじり出すヒロとは、はい、山ちゃんどうですか、キャンプはもう終わりますけれども、なんかどう、ジュビロとやったけど、まあ、去年までこう J1 いたチームの人たちと戦えるっていうすごい貴重な経験でしたし、うん、まあ、なんていうんですか、楽しかったし、すごい上のレベルの感じを感じれたなっていうのはちょっと肌で感じたと、はい、ジュビロのアカデミーで、はい、なんかちょっと思いの丈語ってたけどね、はい、どうだった？いやすごい、まあ、実際に寮で見てたり、小さい頃から見てた選手たちが多かったので、すごい感慨深いものもありましたし、でもすごい自分通用する部分と通用しない部分がすごいはっきり分かったので、すごく楽しく充実した試合になったなと思います。どう、いわき FC 先輩方見て。すごい皆さん優しいですし、温かくてすごい喋りやすいですし、プレー面だったりサッカー面では本当みんな努力からなってあれだと思ってて、本当山さんとかオフにもパーク来てたり、なんかいろんな人が自分でやってたり、すごい今の来てないみたいな、そっからもいいじゃん、ブチ君も、ね、いっぱい来てたり、来てねえよ見たことないわ、おい悪いみたいになるじゃん切り替え大事だから、そうそう、本当山は絶対いるよね。そうっすね、まあ、俺が行った時に大体いるのはエイジとか、うん、リクとかですね、うん、そこら辺は大体いるって感じですね、オフの日。拾ったらマジで一回見たことない。言わんくて、今の。ええな。オンとオフだよな。はい。オンとオフだよ。ずっとやっぱり、俺の、はい、それは大事だよ。リズムがあるんだよね。そうなんですよ。え、オフ何やってるの？ネットリックス今めっちゃ待ってるんですよ。遅くない？最近暑いんですよ、ネットリックス。あ、そうなの？やっぱいいの出てくるんですよ。ああ。基本的には家にいるんだ。そうです。まあ、怪我する前とかでも、オフの日、あんまないですよ、うん、なんか週7のうち6回はちゃんとやるから、1回はまあ休もう。月に2、3回は行くんですけど、泉のテルさんっていう、ああ行ってるよね、めっちゃ行ってます、刺身めちゃくちゃうまいし、うん、まあ何よりやっぱあったかいんですよ、人が、いい人たちで、なんか自分の子供のように接してくれるっていうか、ほんとそんな感じです。行ったことある？いや聞いたことあるんですけど、まだ聞いてます。ごめんなさい。はいはいよ。はいえな。やばに。お願いします。俺も行ったことない。ないの？俺ないです。俺もないよ。俺もない。行く人結構限られてますよ。あ、そう。俺とか大輝とか、まあ元気とかですけど。ああ。元気も行ってんだ。多分もはや元気が一番最初に行ったらしい。あ、そうなの？らしいです。へえ。なんか弱気しいですね、自分から行かなかったみたいな、もじもじしてたみたいな、あいつ珍しいね、それ、はい、どっちかというと自分で言うタイプだみたいな、いや裏で別にあいつ結構陰キャっすけどなんか実際ロッカーとか静かで意外とおとなしい、全然、あ、そうなの、無理してるとか、無理してるさそれ、そういうの言うなかわいそうじゃん、あいつ無理してるそう見られちゃうから結構静かじゃん、ロッカーとかさ、そうですね、あ、そう、
そんなうるさくないの？めっちゃ騒ぐってわけじゃないけどね、ロッカーとかでうるさいの決まってない。大輝だろ、大輝、カイナ、俺、うん、まあ、太郎も、ああ、そうだね。え、一発芸やったよね。やりました。何やったんだっけ。僕は、ゴッホやりました。ゴッホ、はい、うん、ってことでこちらです。そういうキャラじゃないでしょ。そういうキャラなの。いや、全然キャラじゃないですけど、一応言われた時用には持ってます。あ、持ってた。え、自分でも今コーヒー入れてるでしょ。そうなんですよ。でもコーヒーメンツなんか誰だっけな、シューとか。あ、そう、シューはリクもなんかそういうメアキャリーの中に入ってました、コーヒーグッズが。今回持ってきてるんですよ。あ、そうなの。持ってきてないの。俺持ってきてます。え、ちょっとあれじゃん、偽物じゃん。じゃあんすよ、うん、いつも自分の飲んでるじゃないですか、うん、こういう時に違うものに持ってくる。あ、比べる、はい、なるほど、深いね。朝起きてご飯食べてから家出る前にそれやるんですよ。その入れて自分で豆からやるんですけど、うん、それのために30分朝早く起きるんですよ、普段より。それでまずなんか朝制したらなんか一日勝つみたいな。なるほど。あれあるよね。で、朝めっちゃいいですよ、気持ちが、うん、早起きしてるしね。朝時間あるとなんか気持ちに余裕ができるのもあるし、でコーヒーやると部屋の中がコーヒーの代わりになるんですけど、うん、それ結構落ち着くんですよね、自分の中では、うん、なんでそのただ飲むだけじゃなくて落ち着くプラス匂いとかも含めると家でやるのが一番落ち着く。多分皆さん気になること、うん、と恋愛について2人にどうぞ。なるほど。山下くんの恋愛について、はい、多分一番そうだ、ね、聞きたいと思うんですよ。どうなの。何ですか、恋愛については。なんもないっすよ。なんもない、はい、いや、これだからね、結婚願望ないんで。いや、おい、そういうこと言うな。ところで、意外とね、山のファン多いからね。めっちゃ多いっすよ、ね、意外とじゃないです、キャプテンですか。そうね、その一番長いですよ、5年目、うん、でもね、山のファンって結構あれじゃないですか、すごい人じゃないですか。うん、あんま目立たないっていうか、コア、ね、目立たないっていうのはプレーとかじゃなくて、そのキャラとか、うん、インスタとかも全く載せないし。なのにだから結構そのサッカーめっちゃ好きな人とか、うん、その影じゃないな、実はめっちゃそのなんていうの、ゴールとか決めないけど大事な人ですみたいなの分かってる人じゃないですか、うん、だからすごいっすよ、縁の下の力に、はい、力持ちみたいなね、はい、どうですか。なんかモテそうだけどね。いや、一番あれですね、今年の顔っす。今年の顔、いわきの、いわきの顔、イケメンランキング、モテ顔ね。ああ、こいつはもう入りますよ。ランクインされてくる。ベスト3入ります。田中健吾、うん、一番下くるワーストっす、それワーストワーストランキング。田中健吾、下がりく、俺っす。田中健吾ちゃん、ワーストだろ。ワーストっす。上じゃないんだ。誰、いや、トップ3、こいつ、まあ、俺の中では、まあ、ソータ。あいつ髪型長かったりやるじゃないですか、うん、ちゃんとやったら絶対かっこいいっす。そうだ、はい、顔だけで言ったら背はちっちゃいんであれなんですけど。で、そうだ、早見、あと一人誰。トール君とかじゃないですか。ああ、確かに。ああ、トールね、はい、かっこいいよ。遠藤は、ああ、遠藤は確かに、まあまあまあ、顔でかいぐらい。え、イエさんは。いや、ね、ワイルド系、男が好きな人は多分好きです。あー、なるほどね。男みたいな人、渡るとか結構。あー、渡るね、渡る、ボール君、うん、ユーマでもかっこいいんじゃない。あー、ユーマね、ユーリとかもかっこいいっすよ。あー、濃い、ユーマ、確かに。あー、確かに、ランクインするね。いや、もうダントツですよ、こいつは、マジで。こいつも分かってますか。分かってるんだ。分かってます。自分分かってます。エイジ君はめちゃくちゃかっこいいんだけど。エイジ、エイジ綺麗っていう感じ、ジャニーズ系っていう感じ。じゃあ最後に一人ずつファンやサポーターの方々に一言ずつお願いします。はい、そうですね、まあ、J2 っていう、新たな舞台で自分たちのいわき牛らしいサッカーを1年間通して見せ続けられればいいなと思うので、ぜひ応援お願いします。お願いします。はい、
今年まあ J2 なのでいいことも悪いことも絶対あると思うんで、まあ、そういう時に、皆さんも一緒に戦っていただいて選手の背中を押してほしいと思います。よろしくお願いします。はい、お二方も言ったように J2 はすごいレベルの高いリーグなので、本当選手やチーム、スタッフ、監督だけでは、勝てないと思うので、ぜひサポーターやファンの皆さんも会場に足を運んでいただいて、今年から声出し応援が解禁されたので、みんなで声出して、戦ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しますしますはい、ということで第3回雄三の部屋でした。ありがとうございました。ありがとうございました。